どっかで電話が鳴ってるぞ。信じられねえぜ、こんなところに偶然公衆電話があるなんて。ガチャリピー。こいつの面構えと目、まるで10年も修羅場をくぐり抜けてきたような凄みと冷静さを感じる目だ。こいつには小細工は通用しねえ。やれ、栄光はお前にあるぞ、ベッシー。やるんだ、俺はお前を見守っているぜ。